記念切手、フェリックス・ルベン・アルシア・サルミエントは、ルベン・ダリオのペンネームで作品を発表した詩人である、キューバのホセ・マルティ、ウルグアイのホセ・エンリケ・ロドーと共に19世紀後半20世紀、初頭のラテン・アメリカのモデルニシモを代表する詩人であり、19世紀のラテン・アメリカで最も偉大な詩人と称される、ニカラグア生まれで、ニカラグアではアウグスト・サンディーノと並んで、 国民的な英雄となっている。彼の死は、当時の淀んだ、単調なスペイン語詞に活力をもたらした。2002年から発行されていた100、ニカラグア・コルドバ紙幣に肖像が使用され、2009年のデザイン変更後は、同国の首都マナグアにある、ダリオ記念像がデザインされている。ルベンダリオは、ニカラグア北部のマタガルパ県メタパにて、商人であった父マヌエル・ガルシア・ダリオ、 母、ロサ、サルミエンとアレマンの間に生まれる。ほどなく1867年3月にはレオンにて、洗礼を受け、フェリックス・ルベンと命名された。ホンジュラスで幼年期を過ごした後、レオンへ再び戻り、おばの元で15歳まで生活を営む。ここで暮らした家は現在は、ルベンダリオ博物館として開放されている。神道として知られ、3歳で読み書きを覚え、 スペインの古典喜劇やホラー小説を朗読していたと言われる。13歳になると少年詩人として中米にその名が知られるようになった。15歳でニカラグア大統領の秘書を務め、王立図書館に勤務した。19歳で出国以降、ラポエカ、エラルド・デ・バルパライゾ、ラナシオンといった雑誌、新聞の特派員記者の仕事の傍ら、中米新聞や午後の郵便などで、 詩や物語の創作活動を行った。26歳の時にパリへ向かい、特派員としての西欧諸国での生活が始まると、モデルニスモ詩人としての地位を築き、1907年40歳で外戦帰国した。詩人、特派員としてのほか新大陸発見400周年代表メンバー、反米会議代表メンバー、ラプラタ市駐在にカラグア領事、 ウエノスアイレス駐在コロンビア総領事、パリ駐在ニカラグア領事、ニカラグアホンジュラス国境駐在代表団員、中スペインニカラグア講師、パリ駐在パラグアイ総領事等、数々の公職につき、祖国の発展と地位の向上に寄与した。ダリオは、数多くの詩、三文、短編物語、論評、小説を残しており、リズム感と多様な韻律が特徴で、不都合なまりや古語、 礼拝用語、独自造語などを多用することで知られる。ありがとうございます。